こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ持続化補助金申請条件とはというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、今回ですね、私の地元をですね、商工会所に行ってきました、ね、理由ですね、それはですね、補助金ですね。今、100万から150万あったってことで、この持続化補助金のですね、申請についてなんですね。で、これはですね、転売ビジネスで実際使えるかどうかってことをですね、商工会所に行かないとですね、説明してくれないということで、実際行ってきました。そのね、内容を紹介させていただきます。はい。まずこちらですね。こちらはですね、渡された、書類ですね。まあ、こちら書いてある通りですね。まあ、こういった感じなんですよね。はい。で、裏面がこちらですね。はい。で、実際どうなのかって言いますと、これですね、転売ビジネスがですね、利用できないんです。はい。で、なぜかと言いますとですね、まあ、こちら書いてある通りなんですけど、まあ、サンプルとかですね、サンプル開発とかですね、まあ、こちら書いてですね、いろいろ旅費とか開発って言ったんですけど、これにですね、適用しないようなので、なんとです、補助金が、ね、もらえないんですよ。で、開発だけだったらいいって言われたんですけど、それを売るとなってくると、それはですね、まあ、そのね、売るっていう部分が適用できないってことはダメだったんですけど、もしね、販売目的じゃなくて、補助金で欲しいっていう、まあ、いろいろあるんです。ここ書いてある通りで、まあ、開発とかね、旅費とかあるんですけど、こういうの欲しいって方はね、ぜひね、一度で相談行ってみればいいかと思います。で、まあ、転売目的では利用できないので、その点注意していただければいいかと思います。はい。で、まあ、結論から言ってしまいますと、まあ、例えば中国輸入の OEM とかね、こういった方でお金使いたいっていうことを聞いたんですけど、もう無理、ダメだと、断られました。で、まあ、結論から先ほど言ったんですけど、転売目的はね、使えません。まあ、この点をね、了承していただきます。はい。で、まあ、いろいろね、商工会社の方に、他にないですかって聞いたんですね。そしたらですね、まあ、ここですね、この家賃支援給付金ってあるんですけど、これ知ってる方結構いいかと思うんですけど、これがですね、適用できるようです。で、これですね、説明させていただきます。はい。で、これですね、フリーランス、個人事業主、あとは法人の方ですね、まあ、条件があるんですけど、それを適用できますね。はい。で、まあ、紙、こういった感じですね。こういった紙が渡されますね。はい。ですね。こういった感じですね。はい。で、ここにですね、書いてあるんですよね。まあ、いろいろ書いてあるんで、見ていただければいいかと思います。まあ、これもね、商工会所に、方に聞けばすぐですので、まあ、電話でもいいんですが、聞いていただければいいかと思います。はい。で、まあ、今回、ちょっとこれはですね、あまり、ちょっと、詳しいこといかなかったんで、まあ、簡潔に説明しますね。まあ、簡単に言ってしまいますと、5月からですね、今年の5月からですね、借りてる方はですね、適用できます。まあ、事務所ですね。事務所とか、ビジネスで使ってる方は適用できますね、これは。はい。で、まあ、条件として1ヶ月の 50% 以上ですね。で、3ヶ月連続 30% 以上の、去年よりも少ない方、売上ですね。の法人またフリーランスですね。個人事業者で利用できますね。はい。で、これ、法人の最大600万ってあるんですけど、ただ10億以下って書いてあったような気がしたんで、10億以下の法人最大の600万ですね。で、個人事業者方は300万。適用できますね。はい。なので、まあ、都会、東京とかね、まあ、やってる方で、まあ、現金になってしまったって方は、これ適用できますので、ぜひね、まあ、こういったプランも利用していただければね、いいかと思います。まあ、ぜひね、試してみてください。はい。はい、今回の動画は以上となります。あとですね、チャンネル登録お願いします。あと、悩み質問等ありましたら、LINE 登録にお願いします。さらにご視聴いただきまして、ありがとうございました。